エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はヒーラーを使うならどっち、ヤクロとナターシャそれぞれの利点と違いについてとなります。新しく羅刹が実装されますが、無課金や美課金の場合だと引けない可能性があると思います。そこで今回は引けなかった場合、工場と配布でまだゲットできる可能性のある2人について、まあ、利点と違いっていうものをまとめて紹介できればなと思います。まず2人を使っていく上で同じヒーラーで全体回復もできるのですが、やれることに違いっていうものはもちろんあります。まあ、簡単に出してみると、ヤクロとナターシャではこういった違いがあります。まずヤクロですが、スキルに関してはランダムに単体を3回回復できるとなります。ただし回数ごとに回復する HP はマイナス 15% ずつされていきます。必殺技は HP をもとに全体回復です。さらに先生という付与もすることが可能となります。先生に関しては味方が攻撃を受けた後、ヤクロの最大 HP に応じて回復するというものです。続いてナターシャですが、味方単体に回復というのができます。まあ、回復対象のターンが来ると自身も回復するという効果もありますね。さらに追加能力を得ていくと、対象の味方単体に関してデバフを解除するというものができます。必殺技は HP をもとに全回復というところですね。基本的にスキルは単体回復で、必殺技は全体という役割になっています。違いとしては回復回数やデバフ解除の有無といったところになりますね。回復するだけでなく、できることの幅が違うというのが2人の違いとなっています。それではそれぞれの利点を細かく見ていきましょう。まずヤクロについて利点と欠点をまとめていきたいと思います。まあ利点と欠点はこんな感じですね。まず利点に関しては、スキルで複数の回復ができる、先制の効果で実質疑似シールドというものができる、最大 HP を超える治癒で最大 HP プラス 10% される、回復以外の行動がしやすくなる、補正により立て直しが可能。欠点としては、スキルは2回目以降ランダムなため安定しない時がある、 HP 全振り型なので基本的に回復以外の仕事がないというところです。まずスキルで3回の回復というのが白露の一番いいところですね。で、現在では複数の回復には必殺技を使用する必要があるので、スキルで複数体回復できるっていうのは白露のみとなっています。ただし欠点にあるように、対象がランダムで回復するので安定感に欠けるなっていうところありますね。まあ1人だけ傷ついてて回復をした時に全部当たれば最大まで回復できますが、まあ、なかなかそういうランダム要素を引けるっていうのは難しいところです。また必殺技については全体の回復だけではなく、先制のバフをつけることが可能となってます。で、この先制というスキルに関しては、攻撃を受けると回復するみたいな効果がありますので、まあ、疑似シールド的なことができるのがいいところです。まあ、実際にシールドではないんで、オーバーダメージ食らうと HP は減りますが、回復の手間が減るっていう意味でいいですね。で、ダメージが回復量を上回るっていうことがあれば、攻撃をしないだと変わらないので耐久値はぐっと上がります。ただ回復に全振りしたキャラクターなので、回復以外の行動をすることがなくなるのが欠点と言えますね。続いてはナターシャについて利点と欠点をまとめていきたいと思います。利点に関しては、回復と合わせてデバフ解除ができる、回復対象のターンが来ると自身も回復する。欠点としては、スキルが単体のため回復が間に合わないことがある、ヤクロのような特殊付与はないとなります。スキルで回復できる点っていうのはヤクロと一緒なんですが、単体回復のため回復が追いつかない可能性というのがあります。まあ、全体攻撃とかですね、そういうのを受けると必殺技がない場合は枯渇しやすくなります。ヤクロのランダム回復とはいえ、これに関しては複数体の回復ができます。ですがナターシャ自身は回復の対象が1人となっていますので、自然と回復頻度が増えてしまうっていうのが欠点となります。まあ、なんですが、スキルによってデバフの解除っていうものが可能になりますので、デバフを多用する敵などには重宝するキャラっていうのはありますね。ヤクロと違ってデバフ解除によってチーム全体の弱体を防げるのは、同じヒーラーでも大きな違いかなとなります。
ヒーラーという視点で見たときには、回復をより多くの味方にできる逆路の方がターン的にはいいように感じます。また、先制の効果によってダメージを受けたとしても自動回復するので、回復以外の行動が取れるようになるっていうのがありますね。まあ、これにより通常攻撃の回数が多くなるので、SP 不足を解消できる要因としてはかなり便利なキャラクターだと思います。個人的にはゼーレや銀狼と組ませることが多いので、逆路で通常攻撃ができるっていうのは単純にありがたいですね。また、雷弱点であれば人生削りにも貢献できるので、回復できつつ味方の行動を圧迫しないというのはいい部分かなと思います。逆路に関しては回復が優秀ですが、ナターシャも条件によってはかなり優秀なヒーラーだと思います。それは特定のボス戦においてデバフ解除や孫悟キャラの育成次第かなと思ってます。まず特定のボスについてですが、模擬宇宙の第5世界カフカなどはデバフを使用するボスですね。こういったボス戦では、逆路の回復では正直どうにもならないっていう部分があります。勝率めちゃくちゃ下がりますね。なんですが、ナターシャの方がデバフができるのでかなり優秀となります。また、単体に1回回復のナターシャの場合、SP の消費が激しくなるので、回復が追いつかないっていうデメリットはあります。そのため、孫悟の育成や持ちキャラ次第では、ナターシャでも十分賄える部分っていうのはありますね。特にジェパードなどいると、チーム全体の耐久力が上がるので、回復の頻度も減り、SP の消費を抑えれるきっかけとなります。この SP を抑えれる、耐久値を上げるっていうのがナターシャ以外でも揃えば十分なキャラクター、まあ使えるキャラクターになるんではないかと思っています。まあこれだけのことを言ってますが、星4という点で考えると多くの仕事がこなせるので、すごく性能はいいキャラだなと思いますね。ナターシャと逆路の比較をしてきましたが、まあどちらも一長一短な部分はあるので、場面とか編成で使い分けるのがいいかなと思います。最後にですが、おすすめの装備などを紹介したいと思います。基本的に、白露とナターシャは同じものを積むことになると思います。まずは、白露からいきます。放炎水は星5の場合、自節はいらずになります。4の場合は、透過交換か手術後の会話になります。異物に関しては、流雲無根の価格で、オーナメントは追えぬものの選手となります。先週を採用する理由としては、まあ、速度を120以上を目指すってなった時に味方にバフをかけれるからですね。まあ、ヒーラーの役割だけでなく味方のバフの役割もしてもらうというところです。で、ステータスとしては服は治癒、足は速度、弾は HP で、縄は HP か EP 回復がいいですね。で、ナターシャに関してなんですが、まあ、抗炎水とか異物などに関してはほとんど一緒です。ただし星4の抗炎水が手術後の会話を優先するような感じになります。理由としては SP 消費に関わってくるからですね。まあ、スキルポイントに影響あるからです。で、影響がある理由としては回復量が低いと、まあ、それだけで回復の回数を重ねる必要が出てきますので、1回の回復量を上げるっていう意味では手術後の会話がいいかなと思います。で、最初話した通り、基本2人の装備は同じで大丈夫なので、育成が追いつかない時はお互いの装備を入れ替えるっていうことをするといいかと思います。で、速度靴が難易度高いんですが、速度靴があると先週の速度120以上で味方の攻撃力アップっていうのができますので、速度も漏れるように頑張っていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。